ブレリオ110ブレリオ110はフランスの長距離飛行記録機である。1930年代に長距離飛行の世界記録を樹立した。フランス政府の要求により長距離飛行機として開発された。高翼の単葉機で翼に6個の燃料タンク、胴体に4個の燃料タンクを備え、合計で 6000L の燃料を搭載できた。 1930年5月16日に初飛行し、初飛行では燃料供給に問題があったが、修理の後、周回飛行での世界記録樹立のため、アルジェリアのオランに運ばれた。1930年11月15日から1932年3月26日の間に3度、長距離飛行記録を樹立し、最終的に76時間34分の飛行を行い、 1 6 0 1, 万1キロメートルの距離記録を樹立した。この記録は1938年に日本の貢献機によって更新された。この機体は長距離飛行を競ったドボワチーヌ D33 で死亡したパイロットの名前からヨゼフレ・ブリックスと呼ばれるようになった。1933年8月5日、ポール・コドウスとモーリス・ロッシはニューヨークから シリアのライエックまでの 9105km を飛行し、直線距離の世界記録を樹立した。その後、2年間にわたって、さらに記録を伸ばす試みがなされたが成功せず、機体は廃棄された。諸言性能、ありがとうございます。